はい、えーテニスラジオの白川です。えー、今日はですね、あの、スポーツビジョンというやつですね。えー、それについてね、ちょっと、えー、お話したいと思いますね。まあ、ちょっと私の、えー、受講生の方も、なんかこう、スポーツビジョンのなんかグラスをなんか買ったりとか、なんかいろんなことをやってっていうふうに、こう、なんかいろんな、 意見が来たんですけどもね、お話がね。えー、そこでちょっと今のこの、あの、状況を伝えていきたいと思いますね。まあ私も、えー、スポーツビジョンに関しては、えっ、ー、と、ちょうど、いつ頃ぐらい、1999年か、なんかそれぐらいの年からね、あの、スポーツビジョンに関しては、ちょっと勉強を始めまして、まあそういう、あの、講師にね、お世話になりながら、まあ、まあ、実際に、 うちのアドバイザーになってもらって、えっ、ー、と、やってきました。で、現場でどういうふうに使うのっていうことをね、あのー、やってきて、ほぼほぼ現場での使い方っていうのがね、まあ、だいぶ成立してきたのかなと思いますね。で、えー、現在のね、このスポーツビジョンのところのですね、えっ、ー、と、ま、そんな、あの、団体とかそういうの、内容とかを見,見たりとか、まあ、実際そこで、あの、販売、まあ、そういうところで販売されてる、出てきたグッズとかをね、こう見てね、えっ、ー、と、今のところ申し訳ないです。テニスの 現場で使えません、ねえー、結果出ましたなんかですね、えー、ちょっと批判あるかもしれませんですねなんかね。 えーとまずね、まあ、一般の,その受講者がの意識というか、まあ、思ってることと、だから実際こう出されてる内容と、すごいギャップがこうありすぎて、ですねあの別にその研究者が出したのは間違ってんじゃないんですよ、あの正しいことを言ってるし、それが悪いんじゃないんだけど、まあ、言いたいのは、現場でどう落とし込めるかっていうね、特にテニスね、テニスの現場でどう落とし込めるかっていう、そこの部分でつまずいてるよねっていうことを、ね、お伝えしていきたいんですよね。 まあ他のスポーツに関しては分かりません。ですね。あの、役に立ってるかどうか分かんないけど、テニスではまあ今のところ出されてる内容はほぼほぼ役に立ったのを見たことありません。ね。えー、で、それがなんでかとかいうことと、それと実際じゃあ現場で使うスポーツビジョンどうすればいいのという内容をね、今回ちょっとお話ししていきたいと思いますね。で、その中で出したいのは動体視力ってやつですね。もうね、まあ一般の人がね、まずね、 かえらくね、勘違いしてるのは、動体視力のトレーニングかなんかやると、常にボールがね、遅く見えると、こう思ってるんですよね。なんかね。でじゃあ、その遅く見えるのは何に、どこを改善すればいいかというと、眼球のなんかのね、機能をね、改善することによって、ボールが遅く見えるんだと、こういうふうにこう思ってる場合が、まあ、多いです,ですね。えー、申し訳ない。間違いです。ですね。 えー、でね、あのまずね、知ってほしいのは、例えばよくなんかこう傾いてね、2.0とか1.5とか視力とかいろ測ってるでしょ、あの視力はね、毎回毎回ね、えーと、その日常生活の中で変化してるんですよ、こうね。 あの、まあ、お医者さんが、そんなバカなっていう人いるかわかんないけど、まあ、お医者さんに、ま、反論だったら、お、あの、くださいですね。あの、実際、まあ、眼球の機能から測ったのは、あの、まあ、別に間違いじゃないんですよ。でも、使用するときに、やっぱりね、眼球使ってのは脳みそなんですよね。脳みそ、眼球使う時に、やっぱり、それ、それによって、あの、脳内の変化によって、えー、視力がね、こう、変化してるんですよ。まあ、うちのね、あの、スポーツビジョンの教材買った 方はねもうその中で実験してるので、ね、分かってると思いますあ、なるほどねと分かってると思うんだけどあの視力は常に、ね 変化してるんですね。ということは、動体視力も変化してるってことですね。これ、数値化するの難しいですよね、なんかね。なので、ちょっと、あの、こう、あの、例えでしか出せないんですけど、じゃあ、その、動体視力って何じゃあ、その、ボールが止ま、よくやるんですが、止まったように見えるとかね、なんか遅く見えてたってあるじゃないですか。じゃあ、そこがポイントなんだけど、そういう経験、おそらくしたことはあると思うんですよ。あの、一番例に出すのは、なんかこう、横からボールが急にポンと飛んできてね、ハッて避けるときがあるでしょ。 その時になんかね、その、その状況にもよるんだけど、ボールが一瞬ね、この止まったようにっていうか、このなんか残像というかなんか残ってませんこうなんかね、こう、ボールフッと来たとか言うのね、なんかね。とか、めちゃくちゃテニス調子いい時に、なんかこのボールのこの打つまでのこう、あのなんかね、あの瞬間のね、映像っていうかね、よく覚えてるとかね、なんかよく見えてたっていうのがありませんこうね。 ええとねあ、あれはね、もう、そのうちのね、教材の中で実験してるんだけど、結局ね、眼球そのものの機能が上がってるんじゃなくて、集中度が上がってるっていうか、脳の問題になってくるんですよね、なんかね。いろんな情報を、あの、なんですか、あの、脳の中で、まずいらない情報をね、全部削除して、いる情報だけをこう、まあ、 なのでどっちかというと、ね、あのスポテニスに使うスポーツビジョンって眼球の機能というよりも脳の中の処理といった方がね実際は早いです、えー。なのでそこがまずまあ根本的にねだから眼球機能を上げると、ね、いうふうに思っている方が非常に多いんですよね。 でっていうことはじゃあ,あのテニスの現場で使えるスポーツビジョンって何っていうとどちらかというと、ね、目の使い方というか、ね、脳の使い方っていった方が早いんですよ。でそのことによってそのじゃあ止まったボールを,見る,を体見る体験をするっていう実験があるんだけどあのそういう中でねあ本当に遅く見えたっていう体験が分かった時に動体視力を上げるって分かるんですよ。 だからどうあの、視力が常に変化してるでしょ、だから動体視力も一緒にぐんと上がるんですよね、えー、そういうコツを知ってるかどうかという部分になってくると思います,すね、えー。で、それはですね、よくね、あのテニスの中で、あの多分テニスをね、ずっとやってる人だったら分かると思うんだけど、ゾーンに入るってあるでしょ。 あの、なんかね、何にも考えていのに自然に体が動いて、ま、んか自然になんかテニスやって、なんか勝っちゃってたっていうね、記憶はないんだけどっていうね、あの世界ですよね。あのゾーンに入るっていうことができたらね、胴体視力で上がるんですよね。でということあると、あの、目の良し悪しじゃなくて、集中度の良し悪しになってくるのがこの辺に絡んでくるんですよ。実際、テニスの、ね、に関してはね。 なので何かのグラスをつけるとか、何かのことによって、目の例えば視力をね、例えば1.5、2.0にするとか、2.0を3.0にするとか、そういう問題じゃな,な,なくなってくるんですよ。常に変化してるから、その変化を読んで、 あの、まあ、言ったら、動体視力が上がるような状態に持っていく、なんていうんかね、あの、メンタルテクニックですね。こっちの方が非常に大きいということなんですよね。なので、目の機能を上げようという風に考えない方がいいと思います。ですね。で、まあ、スポーツビジョンのね、なんか、教科の方や、目の、その、機能を上げるメニューがあるので、あれそのものは間違いじゃないと思うんですよ。目の、そのものの機能には影響してるとは思うので、やってもらえばいいと思うんだけど、えっ、ー、と、どうでしょう。やった人いると思います。いやあのや 人いますあのどうでしょう結果出ました <laughs> 出てないでしょう、ねえー、あの結果がないわけでもビビたるものにしかならないですねほとんど目のその機能が上がるなんてねあのだから集中度でよって変わるということですねでもう一つねよくあまり役に立ってないのねよくあるでしょうホワイトボードとかねあのなんかこう点々でて返ってねピッ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 とか押すのねあれね周辺視野がどうのこうのとか目の眼球とかね <laughs> あれもテニスに役に立ちません。はっきり言って。だって、テ,テニスね、だって、ボールね、目の前からこう飛んでくるだけなんですよ。じゃあ使うの周辺視野ってどんだけ使いますかって、そこまで周辺視野使わないもん。ね。うん、だ中心視と中心視有効視野ぐらいしか使わないんですよ。で、ダブルスで初めてちょっとし、あの、なんか周辺視野使うかな、だから。だから、ピッピッピってのは眼球動かすことに関しての、 あの、眼球うどに関しては役立つし、あの、反応にも役立つかもわかんないけど、あの、あれ使って反応上げる必要ないと思うんだよね。もっといい反応の上げる方あるんですよ、実は。もっと簡単にお金かけずにね。あれよりはるかに効果あるんですね。 もし、まあでも、あの、ピッピッピっていうのはね、まあ、なんていうかねえ、バスケットボールとかね、バレーボールとか、満にいっぱい人がいてとか、そううこの周辺視野をうまく使わなきゃいけないっていうスポーツだったら、あれ役立つと思うんですよね。でも、テニスって、急にここからフ、フッ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 なんてボール現れます、あんなの。前しか来ない。だって、最初からずっと目見てるんですよ、飛んでくるボール、ずっとこうやってこういうの。 いうことは中心誌と中心誌を集合して、中心誌、有効視しか使ってないんだもん、ほとんどね。まあ、反論ある人はまた反論してください、またね。で、そこでいかに自分の,その脳の回路をいかに単あのもうなんか効率化するかっていう、脳の使い方の問題で目が変わってくるので、あのー、申し訳ない、ああいうのやったやってもね、あんま効果ないですよ。ありました。 なんか、ちょっと聞いてみたいです。これによって良くなったんですっていうのがあったら、ちょっとぜひまた意見を寄せていただきたいなと思いますね。えー、そういうことで、まっ、あ、く役に立たないってわけじゃないんだけど、まあ、効果は薄いよということですね。なので、スポーツビジョンってね、結構ね、あの、調べられてるから悪いとは思わないけど、うん、あんまりこう、何、うん、て言うんだろうかな。 えー、今の現状ではテニスの現場に役立つような、ってかテニスの現場に合わせた落とし方をしているものは今のところあまりないですね。誰か考えてるかわかんないですけどね。あのー、で、うちに関してはまあ一応もう教材でね、それはもう発表してるので、あのー、どういうふうにやってるかっていうのはね、あのー、 えっと、興味ある方は一回ね、お問い合わせいただければと思います。これでもね、あの、概要的なことはね、テニス協会の方のね、講習なんかでも結構ね、あの、あるんですよね。まあ、テニスビジョンとかっていうふうに発表はしてないんだろうけど、おそらく講習でやってることをね、まとめていけばその答えになってると思うので、 あの、多分聞いたことがないとか言うことはないとは思うんですけどね。あの、やっぱり、その、目の使い方っていうのは、あの、現場で役立つもの、そしてすぐ結果に現れるものというものでないと、えー、役に立ちません。ピッ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 ってやったからといって、あの、明日からすぐ勝てるかって勝てないんですよ。でも、ちゃんとしたスポーツ部門を、あの、かあの、納得すれば、分かれば、えー、結構勝てます。 ね。これは、あの、言えてます。ですね。えー、ということで、まあちょっとね、あの、知りたい方とかね、いろんな情報を得られたいなという方はね、また連絡をもらえたらいいと思います。ほぼほぼ、あの、変なグッズ買わない方がいいと思いますよ。あの、スポーツビジョンの。あと、よくネットで調べて、なんかスポーツビジョン鍛えるなんかソフトとかあるけど、あれも、テニス向きじゃないから役に立た,立たないと思いますよ。ですね。立ちそうな方ったらまた教えてください。ですね。 えー、ということで皆さん、頑張ってください。